こんにちは、粟田洋介です。ちょっと小さいスケッチブックがいっぱいあるんですけど、昔よく移動中とかでペンとかで絵を描いていたスケッチブックの一部なんですけど、なんか今見ると結構面白い絵がいっぱいあって、これは5年前に電車の中でボールペンで描いた絵です。今日はこの絵を元にアクリル絵の具でちょっと変えていきたいと思います。まあ、キャンバスはこの小さいのに描くんですけど、これよりちょっと大きめのスケッチブックにちょっと修作をしていこうと思います。私はここ何年も修作ってしてないんですけど、久しぶりに修作をしようと思います。修作を描いてから本番の絵を描いた方がやっぱりアイデアが練り上がるので、より完成したものが出来上がるとは私個人的に思うんですね。とりあえずちょっと修作を描いていこうと思います。この絵からこんな感じのイメージになってきました。で、この辺とこの辺のイメージをもうちょっと膨らましていきたいので、さらにもう一枚修作を描こうと思います。なんかめんどくさいんであんまり描きたくなかったんですけど、なんか描いた方がいいような気がしてきました。ここからこうなってこうなってこうなって、ちょっと見づらいんですけど、ここに鳥が2羽いて、羽がちょっとあるんですけど、この羽をもうちょっとわーってしていきたいと思うのと、でここ人がいて魚がいて目が3つ並んでて、ちょっと修作しててのポイントがそこですね。ちょっとこのキャンバスを貼らなきゃないんで、さっと貼っていきます。
感じに出来上がりました。なんかちょっと最初の絵に似てる気がします。ですがこの顔のところ修作でこんな感じにして、ここのところこんな感じにしたり、ここのところが鳥になったりで、なんかちょっと両脇鳥にしようと思ったんですけど、なんかバランス的に良くないのでここに手を描きました。まあここ何年も私は修作をしていなくて、いきなり本番で描き始めます。いきなり本番のいいところは大胆で新鮮な絵になるということと、あとは私の性格にも合っているので修作とか下書きをしないで描いています。何年も前の話なんですが、もう修作をするのが当たり前のように修作を描いて絵を描いてたことがあります。でちょっとスランプみたいになっていた頃で、修作をするのに、どうやったら完璧になるか、慎重になりすぎたっていうか、修作をしては直して、修作をしては直してって感じで、なんか先に進めなくなっちゃったみたいな時期もありましたし、そういうこともあって私は修作とか下書きとかしないで、いきなりバーンって書き始めることにしました。そうすることによって、なんか慎重にもならないで、思いっきりも出るし、その下書きもしていないので、何かに沿って書くこともなしに、その時思い浮かんだことを次々と表現できたので、修作や下書きを何年も書いていませんでした。修作を書かないでいきなり本番でもう何も書いてないキャンバスにバーンって表現して、次々アイデアが出てくるみたいなことができるようになるのに結構慣れと時間がかかりました。だからいきなり書くっていうのもなんか一つのスキルだと思っています。また修作を書いて本番を書くっていうのもまた別のスキルで、どっちも素晴らしいと思うんで両方やっていきたいと思っています。ということで今日は5年前に描いた絵をもとに修作を何枚か描いて、でアクリル絵具で絵を描いてみました。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では次回またお目にかかりましょう。さようなら。